皆さんこんにちは。学芸員の展示場ガイドです。私はサイエンスガイドの岡崎と申します。今日のレポーター役をさせていただきます。よろしくお願いします。今日の学芸員は斉藤さんです。斉藤さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、斉藤です。斉藤さん、今日はどんな展示物なんですか？これ、はい、ファラデーが発見したんですけども、はい、磁石で電気を作る。磁石で電気ですか？ここにね、これ磁石、はい、でここに、電灯あるんやけど、これが光ります。はい、今から行くで、はい、ほらついてるやろ。は、光ってます。磁石を動かすと、はい、つくな。光ってます ね、はい、磁石が動いたら電気ができる。はい、ね、なるほど。これがファラデーが発見した。はい、やってみる。はい、じゃあ私は今からファラデーの乗ります。あー、電気できた。磁石で電気できた。ファラデー喜んだよ。ファラデーと一緒やで。ファラデー乗れますね。でこれね、はい、水でぐるぐるっと回すのが水力発電。発電所はこの仕組みなんです ね、で自転車こいで電気ついたりするでしょ、はい、あれもこんなやってぐるぐる回してるんです。私の自転車それです、ね、はい、はい、ということで、ファラデーになりました。なりました。で今日は、はい、この辺だけの説明ね、はい、入門編です、はい、こっちなんかあるでしょ。はい、いっぱいありますね。この話は、今日はやめといて次のお話にします。あ、はい、はい、じゃあ今日は入門編って感じですね。今日は入門編でした。はい、はい、ありがとうございます。それでは、次回は発展編です ね、はい、どうぞご期待ください。近日公開です。でこれだけでもね、天才になれるから、はい、科学館来てね、はい、ぜひお越しください。ではさようなら。